りあえずピラミッドで手に入れたアイテムを鑑定しよう。鑑定して。おー、いっぱいあるな。いっぱいある。グローブ、ポイズンアーム、鎧、サイケデリックドレス、おー、力の剣、鉄の鎧、妖精の弓、あ、フラッシュコンボ、いっぱい手にあるな。なんだなんだろう。よいしょ。ポイズンアーム、おー、殴った敵を毒に犯す。すごいね。サイケデリックドレス。サイケ模様の派手すぎるドレス。目立つが魔法にはちょっと強い。おー。で、力の剣。握りしめるたびに力がみなぎる。装備者の HP が回復することもある。へー、すごい。はいはいはい。重いのか。妖精の弓。小さな体の妖精が使えるほど軽い。へえ、引くのにも力がいるな。不思議な弓。で、親父の名刺。海の底で人生相談受けたまわりますと書かれたド派手な名刺。見たいわ。見たい見たい。で、これがグローブの時だけか。コンビネーション繰り出す。へえ、そうか。ミシャとか覚えさせようかな。で、さて、そうだね、格闘場のおじさんに水を渡そう。これで平和になるかな。あ、おじさん。よく無事に戻ってきなさった。で、王様には会えたのかい。渡すのか。お父さんには会えなかったけど水は汲めました。はい、これでいいですか。あ、すごいすごい。また前歯出てるよ。これがファラオの水。神秘的な綺麗な水だ。え、おじさん大したお人だ。こっちにすげえことが起こりやすで。おおお、待っておくんなさい。このポーズなんだろう。あ、聞こえる聞こえる。水が来る音だ。あ、すごい。すごいすごいすごい。あー、緑になった。私は長いことここにおりますが、失われた緑が蘇るとは思ってもみなかった。本当に感謝します、おじさん。お礼と言っちゃなんだが、これを受け取っておくんなせ。おお、お腹から。ピエトロはイシスの腕輪を手に入れた。しまおう。お腹のぬくもりが。ありがとうございます。とんでもねえ、お顔をお上げなすって。礼をするのはこっちなんだから。王様がこの村に来たらとっ捕まえておくからよ。めげねえで頑張ってください。いや、いいね。やっぱこのフォルムの人いいですよね。鍛冶屋の親方さんとか。またその話。邪魔でなければこれもファラオの水を入れてた瓶だが、本来の使い方がありやして。そうだそうだそうだ。またお腹から。ピエトロは瓶を手に入れた。しまおう。実はこいつは魔法の瓶でして、モンスターを捕まえることができる便利な代物なんでさ。へっ。モンスターとやべえ感じになったらこの瓶を使ってみてください。ヒューってな感じで吸い込みますぜ。お、女たちには内緒ですが、うちの格闘場のモンスターはみんな
これで捕まえてきてるんでさ、いいの、そんな大事なもんもらっちゃって。ただし瓶にモンスターは3匹しか入りません。うん、強いやつはなかなか吸い込まねえ。そうだね、そのあたり注意が必要ですぜ。頼りすぎには禁物だが、お役には立つと思いますぜ。お役に立てておくんなさい。お、手に入れたね。何回こうモンスターを詰めて運んだことかって感じだよね。あ、行っちゃった。あ、すごいよ。でも緑になったよ。水も溢れてる。大きな井戸だ。水でいっぱいになっている。すごい。よかったよかった。ファローの水で村に緑が蘇った。格闘場のおじさんがイシスの腕輪とモンスターを捕まえる瓶をくれた。コロモックに平和が戻ってよかった。うん、よかった。イシスの腕輪？多いな。これか。格闘場の親父からもらった腕輪、防御力がアップする。装備。力の剣が、あ、いい感じだ。回復するやつって言ってたよね。いい感じ、いい感じ。え、鉄の鎧ももらったやつか。いい感じ。これもいいね。これは、武器か。これは、エシスの腕は？なんか、お、すごい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 。え、半端ないんですけど。へぇー、課長。私たちは、とりあえずいいかな。さてさて、すごい嬉しいね、これ。地図とかもさ、変わってたりするのかな？砂漠の、あ、緑になってる！へぇー。コロモックの、そう、カラカラ草原に変わるんですよ。そのためにね、砂漠のモンスターをね、倒して、無限フィールド上もね、ちゃんと埋めてます。ね、砂漠がなくなっちゃうから。おー。で、ピラミッドか。へー、すごーい。ちゃんと変わるんだね。で、平和になったかな。あ、せっかく緑が蘇ったのに、あの偏屈ってなかった。ソシムじいさんはどこ行ったんだ。確かに確かに。どうやって回ろうかな。よいしょ。お客さんだ。我がふさふさ族の住居になります。お、丁寧な人だよね。あ、また。あ、カチコチ族の住居はあちらです。仲良くなったかな。よいしょ。私のおじいちゃんは村の偉い人なんだよ。とっても優しいし、遊んでくれるし、私の自慢なんだ。水が戻ってからの相手を燃えやる余裕ができたの。カチコチ族だけが悪いなんてどうして思い込んじゃったのかしら。男たちは喧嘩してた分も真面目に働いてもらわないとね。お、水はちゃんとあるし、腕を振るってみんなに美味しいものを作ってあげなくちゃ。全然違う。いや、こうやってみんな平和になるといいよね、本当に。井戸の水も戻り、砂漠が緑に変わり、本当にめでたいことじゃ。これでこの村にも昔のような平和が戻るじゃろう。本当にめでたいことじゃ。うーん。井戸に水が戻ったので、もう水のことを心配しなくて済むわ。カチコチ族とも仲良くしないとね。いや、よかったね。もうこんな全然違っちゃうんだね。その辺にぶつかってガッシャーンってな具合に柱の下敷きになっても知らないよ。気をつけます。あ、これまだかな。よいしょ。お、おばあちゃんが話してくれたのに、すごく昔はこの砂漠にも緑がいっぱいあったんだに。でもいきなり村が緑でいっぱいになるなんて、私びっくりしたのに。そうだよね。水だったらたっぷりやれるし、すぐに芽が出ると思うよ。あの人は
なんとかするから今度。さて、お、緑が戻っ、ん、蘇ったのはいいけど、俺ってバンカーショットしか打てないんだ。芝での打ち方を練習するしかないね。ビシッと狙いをつけて、そりゃーっと打つ。そうだね、芝もね、ちゃんとね。何のために打つんだこの野郎。お、なんか見てるぞ。あ、この先のカラカラ砂漠にも緑が蘇ったようです。これからはカラカラ草原ですね。そうだそうだ、ピラミッドの一番怖い化け物も退治されてしまったようですね。本当に良かったわ。お、なんで俺あんなにイライラしていたんだろう。やっぱ水不足のせいで心が荒れていたのかな。でもこれだけ水と緑があれば俺たち平和に暮らせるかもね。よかったね。おお、音が、なんだなんだ、撃ってるのかこいつ。音聞こえたよ今。見てよかな。はい、見て。あっちが撃ってる。おお、すごい。すごいじゃん。びっくりした、どんちなったから。さてと、あ、もう見張ってないねここの人。おお、また撃ってる。水がいっぱいあるだに、見張りなんかしなくてもいいだに、嬉しいだに。おー、よかったねー。いつもなんか嬉しくなっちゃうな。お、なんで俺あんなにむしゃくしゃしていたんだに。やっぱあの井戸みたいに心が乾いていただにか。でもこれだけ水と緑があれば、うん、平和に暮らせる。うん、お、偉そうな人は、お腹がガボガボだに。水があるからってガブ飲みしてたら苦しくなっちゃったのに。あ、感じないだに。あの井戸の奥から妙な気配が出ているの。え、井戸に化け物がいたら怖いだに。なんだそれ、変ななんかフラグかと思うけど、別にそうでもないよねこれ。あ、そうだそうだ、どうしよっかな。さっきの、親父さんも言ってたんですけど、これでね、村の人とか動物が仲間に入れられるようになるんですけど、10人いるって言ってたね。誰から使おうかな。こいつもそうなんだよね。うん、悩むな。ふさふさ族とのいがみ合いはなくなったのに。でも格闘場でのうさ話はやめてくれないだに。あ、そうなんだ。男たちは相変わらず地下の格闘場でモンスター同士を戦わせているだに。あんなものどこで捕まえてくるだにか。よいしょ。俺の父ちゃんも兄ちゃんもおじちゃんも喧嘩はしなくなっただに。でもやっぱり俺に構ってくれないんだに。変だに。やっぱこいつ仲間にしよう。急にあれだけど。これめっちゃ人気じゃないですか。1,2 番目に人気じゃない。暇なよろずえ。これの時はやっぱ薬しか売ってくれないのね。ね、あ、ご来店お待ちしてるだによ。あ、来た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 。ところで君は不思議に思わないかに。他の人がよろずやで買い物してるの見たことがあるかに。ないわ。実はお客さんは、お客は少ないんだに。暇だに。お、そこで物は相談なに。俺を旅の仲間にしてくれないかに。おお、俺を連れて行けば旅先で薬には困らないだに。これは便利なによ。これめっちゃ便利だよね。これめっちゃ便利じゃない。アイテムってさ、ポポログ9個までしか持てないからさ、ちょっと使うのも躊躇してしまうんだけど、この人いるとね、その場ですぐ買い物ができるからほんと便利だよね。そうそう、あとこれこれ、旅先で品物の鑑定もできるだに。これさ、実況向けだよね。すぐアイテムがわかる。まあまあまあ、この人だけじゃなくて、やっぱもちろん10人いるので全員使っていこうと思ってます。うん、いやこれ便利だわ。どうだにどうだに。お、いいですよ、やっただに。嬉しいだに。俺の名前はイムジーだに。よろしくだに。よろしく。イムジーがパーティーに加わった。俺から薬を買いたいときは魔法コマンドで呼ぶだに。別れるときは指示コマンドだによ。うんうん、入った、やったー。レベルまだ18か、全然だったな。
だけで、まあ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 、マサシムと同じですね。まあ防御力がまあいいのかって感じかな。で、特技見てください。アイテム鑑定 TP0、 アイテム下取り TP0 で、アイテム販売の時だけ TP を1使います。なので、まあ、まあ回復なしで10回はできるということで、これはいい。早速ちょっと見てみようか。魔法でいいのかな。おお、いいね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 。特技鑑定便利だよね。だけで、まあちょっとね、お見せするって意味でちょっと今回見せちゃいます。アイテム販売、お、何を買うかに、薬はまあもちろん、ありがたい水とかね、ありがたいそうそう、薬とその他がよくて、そう、魔法書売ってくれるんですよこれで。ちなみにイムジのレベルが上がると品ぞれがね、また変わっていくんですよね。で、何段階目だろう、2段階目とか結構レアな魔法書売ってくれたりするので、そこをちょっと逃さないように売り始めたらもうがっつり買います魔法書と思ってます。はい、でも全然初期でしたね、まだね。はい、今回は買わない。おー、嬉しい、4人目イムジいいよね、超使ったてかほぼイムジだったいや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 、嬉しい。お客さんだっち、同じこと言ってるな。水が物って本当に安心しただに、これで部族同士の争いもきっと収まるだに。うん、やはりファラオの水の伝説は本当だったんだに。枯れた井戸に水が戻り、しかも失われたはずの緑が蘇っただに。まるで夢を見ているようだに。本当だよね、一瞬で緑になったよ。うん、すごいすごい。緑の村コロモックだに、見渡す限り緑があるんで、ぜひゆっくりしていってほしいだに。うん、さてさて、よいしょ。うん、おー、これでこの村も元通り、ありがとうだに。いや、灼熱凍結の問題まだ残ったままだに。さっきも地割れの音がしたんだけど、また広がったんだにか。あ、困っただに、どうしよう。熱凍結もね、前回あれだけ回ってさ、無限フィールド帳見たら 35% だったからさ、相当広がるよね。3倍でしょ、あとやばいな、どんだけ広いんだろう。さて、あ、格闘場相変わらずだった。おかげでこの村も平和になりました。試合でも見ていってくださいやめられないね。あ、今度違うやつにかけるね格闘技こそ男のロマン、この気持ち分かってくれる。ガミガミ来ちゃうわ、ロマンとか言うと。お、ふさふさ対戦の音、ヨロンバーとオオカブトムシ4勝5敗2分、ふさふさ負け、ダメだな、ちょっと弱いな。お、ストレス解消、勝てんのに。仕事の合間にエキサイト、もうメリハリがなきゃ人生楽しくないのにいや、かわいいかわいい、これ動かないよ。あ、動いた、あ、動いたさて、それで緑がね、蘇るとね、いろんなことができるようになるんですけど、あ、やっぱいるねいるね、これこれ、親父の妻いきなり現れたわ傭兵銀行へようこそだに、なんて、私はこの亭主の妻だによ。傭兵所の稼ぎだけでも十分に暮らしていけるんだにが、私亭主と違って暇なんだに。そんな儲かんの傭兵所ってそこで趣味を生かして銀行のようなことを始めることにしたんだに。どんな趣味なんだろうそうなんだに、私お金が大好きなんだに貯金が趣味なんだによ。そうなんだ、お客さんも使い道のないお金ができたら私に預けるだに。増えはしないけど、ある程度預かり金額がたまったら何かいいものを差し上げますのに。そう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 、
そうそう、貯金も引き出しも1000ゴールドずつでしかやり取りできないのよ。あの、預けても利息とかね、やっぱもちろんつかないんですけど、金額によってアイテムもらえたりするので、今度ね預けていきたいな。おというような感じでやってる何が、もう一度説明聞く何か、でもう分かったよ。あ、それでは傭兵銀行の営業を始める何。おお、お金を預けます、お金を引き出します、冷やかしです貯金はまあ一気にしようかなと思ってるので、アイテムもらうのもちょっとね、また後でやりますね。これで冷やかしでした。え、一つも持て遊ぶなんてひどい何、ごめん殺されるわこっちの人。あ、いた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 。あ、ゲートル、ここ知らない人がいっぱいいるんだけど、ちょっと臭いしこれ臭いの、ごめん。あ、いっぱいいるよ、同じこと言ってるごめんね。というわけでこの2人ね、仲間できますね。嬉しい、これはかわいい。見て見てか、あ、穴開いてるその前にこの人もね、確か仲間になるんだよね。お、てんてんてん、あ、もう行っちゃうんですか、残念だな。旅の人が減っちまって、こっちとら商売上がったり生活もままならないんです、かわいそう傭兵銀行やったら宿屋待つのが商売でしょう、お客さんが来ないことにはどうにもならないんですよ。あ、そうだ、お客さん旅の人でしょ、俺も一緒に連れて行ってもらえないですか。こう見えても俺、旅先でお客さんたちの疲れを癒すことぐらいのことはできます、癒すぐらいのことはできます。何ですか、連れて行ってもらえませんか。あ、ごめん、また今度ね。名前出ないか、ちょっとね順番にね使っていきますね。さてさて、それでここがね、なぜか穴が開いてると入ってみよう。で、海底大回廊、私ここめっちゃ好きなんですけど、ダンジョンね、マップ使ってみちゃおうか。まだ進めないと思うんだよな、ここも行けないし、うん、開けられそうもない。で、あ、スタンプがある、なんとスタンプが26番チェック用のスタビンカードにスタンプをしちゃいますか。うん、よし、ビンゴ、スリービンゴじゃん。さ、これもらいに行かなきゃ、すごい魔力のしずく、やった、あとちょっとじゃん、すごいすごい。1枚目もう終わりそうですね。なんか光ってるぞ、時が経てば自然に開きそうだ。おお、なんかすごいのいる。あ、消えた消えた怖っ、あ、宝箱があるぞ、30ゴールドか。で、ここがねまた出れるんですけど、これね、あなたの生き様を教えます、よく当たる、相談料格安、人生相談親父、海底大回廊、大回廊本店本店ここじゃねやだわ、だけど入ってみようか。あー、非常口みたいなのがあるよだからだからよいしょ、竜の魂、なんか質素なとこだしなこれ親父さん、あ、この僕だったら騙され王子じゃの、うるさいわよ、来たの、急ごしらえのオフィスじゃが、まあ、ゆっくりしていきなされ、客なんぞ誰も来んのじゃよ、遠慮することはないいいのか笑い事ではないんじゃがな、困った、どうじゃろ王子さん、わしに人生について相談せんか、一回1000ゴールドじゃが、あんたは私の名刺を持っているから特別料金でええぞ、一人一回10ゴールドか格安になった、めっちゃ、うん、相談する、真似してるね、うんうんピエトロ相談してみよっか、
よし、どうしようかな。全員やろっか。じゃあザッパから行く。ザッパさんかい、名前じゃの。あんたはうるさいな。炎の魔法については全くダメじゃの。これね、あの傭兵のとかキャラクターのステータスを見てランクをつけてくれるんですよね。ランクっていうか人生相談を受けてくれます、してくれます。違う、人生相談を聞いてくれます。攻撃力はまだ修行の途中ってところか。うん、あんたの今の生き様はズバリダメな炎の修行戦士ってところじゃない。え、炎が一番高いの今。まあ、おすすめは今の生き様を全うすることじゃが、他の生き方もあるんじゃ。ザバさんの場合は氷の魔法を使い込むと別の道も開けよう。素早さを鍛錬すれば、おお、軽業戦士ともなれよう。おお、すごいすごいすごい。はーい、あ、取られた。だっけね、ドグマも行こうか。みんな絵名前って言うな。氷の魔法が一番得意なの。へえ、他人に自慢できる腕前じゃ。魔力はかなり熟練しておるな。おお、さすがさすが、ナイスな氷の熟練魔術師。これは嬉しいね。回復の魔法ね。攻撃力、うん、はい。ピエトロどうかな。え、名前じゃの。あんたは、おお、これも自慢できる炎の魔法。魔力はなかなかじゃな。自慢してもよいぞ。魔力が高いの今。へえ、ナイスな炎の中級王子。中級王子ってなんだ。氷ね、そうだよね、ちょっと不得意だよね。防御力を鍛錬すれば王子ともなれよう。王子、王子だよ。まあそうだね、氷地雷、うん。もう大丈夫です。で、ここで相談を受けると、ここにね、ステータスのところにこうつくようになるんですよ。ナイスな炎の中級王子ですこれ。確かに、あ、魔力高いんだね、本当だ。で、ナイスな氷の熟練魔術師か。340いくつとかがナイスに入るのかな。いや、魔力高い、魔力高い。で、あ、ほんとだ、炎高いわ。なんでだろう、どうした。へえ、でもダメダメだよね、70じゃ。はい、修行戦士。え、イムジはちょっとできないから。って感じでした。てかこれだけ、ほんとにこの人。まあ肩書きをね、変えたかったらまた来ましょうか。ほんとにこれだけなんだよな。あ、構造変わってる。また変なのいる。なんだよこの魚、ちょっと可愛いじゃん。見に行こうかな。さっき消えたし怖かったよ。来ないもん。よいしょ、出よう。あれ、あれれれれれ、音楽変わっちゃった。